道を書く道を書くは日系アメリカ人の理論物理学者、作家。専門はソ粒子ーシロン、特に長弦理論。道を書くは1947年1月24日にカリフォルニア州三ノゼで生まれた。幼年時代を振り返って、自分は日系三世で、祖父はサンフランシスコ自身の後片付けのためにアメリカへ来て、父親は アメリカ生まれだが日本で教育を受けたので英語はあまり話さず、両親ともに太平洋戦争中にテュールレイクなどの日系人の強制収容所に入れられていた時に知り合い結婚し、兄はそこで生まれた、と語っている。パロアル都市の高校時代に理論物理学者のエドワード・テラーに傾倒する。1968年ハーバード大学卒業。1972年。 カリフォルニア大学バークレー校のローレンス・バークレー国立研究所より博士号を取得。1973年プリンストン大学講師を経て、25年以上ニューヨーク市立大学シティカレッジ物理学部教授として教弁を取る。現在は同大学教授のほか、プリンストン大学とニューヨーク大学の講師。原理論に大きな貢献があり。 いわゆる弦の場の理論の創始者の一人。科学の普及活動に熱心で多くの著書を出版、ベストセラーも複数ある。科学解説者として、ディスカバリーチャンネルなど、TV 出演もこなす。その他、ディスカバリーチャンネルの科学番組に、たびたび登場し、意見を述べている。スカイワードインタビュー、道を書く、ストリングシンフォーニーズ・バイオーエンパイ、インジャルスカイワードマガジン。 ありがとうございます。